皆さんこんばんは。こんばんは。9月12日、時刻は夜7時を回りました。ウクフガールズチャンネルスタートです。番組ナビゲーターのおしずこと中島静香です。カズこと吉村和人です。この番組は大阪市中央区のコミュニティ FM 局イエス FM と大丸松坂屋百貨店ウクフガールズによるファッション情報番組です。今夜も大阪西本町にあるユーストリームスタジオカフェ大阪よりライブでお届けしていきます。はい、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、行ってきましたよ。もう僕は行けてませんから。もうちょっとまだ余韻に浸ってる感じなんですけど。その興奮とのギャップがすごいですけど。神戸コレクションですよね。もう本当にね、楽しかったです。はい。で、ウフフガールズブースもめちゃめちゃ盛り上がってまして、で、なんか、おしずとか言って声かけてくれるお客さんもいて、嬉しいですね。そうなんです。なんか、スタッフの皆さんは、まさかおしず声かけられてると思ってないから、友達みたいな感じで言われたんですけど、はい、いつも見てくださってる方がね、はい、声をかけてくださって本当ありがとうございました。ありがとうございます。また後ほど詳しい内容は、はい、どんどん、しっかりと。はい、お伝えしていきます。さあ、まずですね、本日の番組プログラムをご紹介しましょう。こちらです。こんな感じです。はい。今日も、ウフフなスイーツからスタートしますよ。まず、ウフフなスイーツを紹介しまして、続いては、ウフフガールズレポートです。はい、今回は、おしずが初、オリジナルコーデを完成させました。2回目にして。そうなんです。これちょっと頑張ったので見てください。そうですね。さらに、おしゃれ選手権では、神戸コレクションマーケット会場、ウフフガールズブースで発表されました、グランプリ。はい。はい、最終選考会の模様をお伝えしようと思っています。グランプリ発表という風に書かれてますが。気になりますよね。はい、さらに、大丸松坂百貨店のインフォメーションでは、今回は、美味しい情報をお届けします。はい。はい、楽しみにしておいてください。盛りだくさんです。はい。そして、いつものように番組では、皆さんからのメッセージを募集していますから、たくさん書き込んでください。はい、今日もたくさんのメッセージお待ちしています。はい、ソーシャルストリームにチェックインして書き込んでくださいね。この番組は、大丸松坂屋百貨店、ウフフガールズの提供でお送りします。それではまずは、こちらのコーナーから行きましょう。おしずの、いちおし今週はあります。はい。さあ、今週はですね、とってもいいものをご紹介します。皆さんは、おしゃれの最新情報が満載の、ウフフガールズブログ、チェックしてくれていますか？このコーナーでは、私、おしずが、心斎橋、梅田、京都、神戸のウフフガールズブログから選んだ気になる情報をお届けします。今週は、こちらです。ウフフガールズフロア以外のものも結構取り上げているんですけれども、はい、今回は京都店から、はい、3階ワコールからランジェリーの新作をご紹介します。これね、ネモミーナっていう名前なんですけど、これパッケージですか？これ今パッケージなんですけれども、うん、写ってるのは可愛いの。で、レギンスみたいになってるんですけど、はい、なんとお腹の部分に指圧パッドがついていて、で、足を動かすたびにお腹をこうプッシュしてくれる、揉みほぐしてくれるっていうアイテム。ネモミーナ。ネモミーナ。まさにネモミーナ。まさにネモミーナ。これがもうね、なんかすっきりした朝を迎えることができるということで、うんうん、履き心地も締め付けず抜群だし、こう新しい朝の新習慣みたいな、うんうん、ちなみに女性的にお腹を指圧されるってどういう効果を生み出すんですか？一番直結するのは便秘解消ですよね。あ、そこか。はい。あとは、まあ、マッサージ効果もありますので、うん、こうちょっと体が重たいっていう人は、はい、朝すっきり起きたい人はこういうのを履いて、寝てる間も美容に気を使うっていう。さあ、すごいな、ネモミーナ。ちょっとでも男性すら履いてみたくなるような感じ。ちょっとね、気になりますよね。指圧してくれるっていう。そういう風に言われると。そうなんです、ね。ぜひこれチェックしてほしいと思います。この記事ではちなみに、ウフフブログプレゼントのキーワードも発表されていますから、はい、気になる方はこのネタをチェックしてお店に足を運んでください。ウフフガールズブログでは毎日最新情報を公開しています。詳しくは、ウフフガールズのポータルサイト、www.ufufuga
www.oshizu.jp にアクセスしてください。もちろんスマートフォンにも対応しています。以上、おしずのイチオシでした。では続いてはこちらのコーナーです。うふふなスイーツのコーナーでーす、はい、このコーナーでは心斎橋、梅田、京都、神戸の大丸各店から注目のスイーツ情報をお届けしていきます。また時にはスイーツ以外の旬のグルメ情報もお届けするというちょっと欲張りなコーナーになります。はい、今日は何でしょうか。はい、今日もスイーツ情報を一つご紹介しようと思います。はい、今回は大丸心斎橋店7階最上で開催している秋の大北海道市からベルパルクの札幌トマトフロマージュ、こちらをご用意しました。はい、聞いただけでちょっともうすでによだれがって感じですね。札幌トマトフロマージュです。はい、それでは早速彼を呼んでみましょうか。安井くん、安井くん来ました。はい、わ、かわいい。はい、今日は何でしょう。ベルパルクの札幌トマトフロマージュ松。なんでそんな顔しかめたんですか。なんでなんで、ちょっとドキドキした。あれ、ちょっと待って、あれ何これ、何それ、これまさかピンバッジ、これどうしたんですか。心斎橋店でゲットしたやつ。え、もう一回言ってもらっていいですか。心斎橋店でゲットしたやつ。私訳しましょうか。はい、心斎橋店でゲットした松。あ、聞こえました。はい、はい、これどうやったらゲットできるんですか。ガチャポンでゲットしたやつ。ちょっともうちょっとはっきり喋ってくれへん。ガチャポンでゲットしたと、心斎橋店でゲットできるということですね。もう帰ろうとしてるし。もう帰る。あ、分かりました、帰ってください。めっちゃ可愛いじゃないですか、あれ。安井くんは全然可愛くないですけど。安井くんは全然可愛くない。それはもうみんな知ってることだけれども、このちょっとアピール。アピールが。ワイルド系でしたね。そうですね。なんかね、ちょっと低い声で何言ってるか全然わかりませんでした。はい。さあ、スイーツでーす。今週は、札幌トマトフロマージュ、見てください。トマトやん。でしょ？かわいい。まあ、最近ね、こういったあの野菜をあのケーキに使うっていう商品結構増えてますけど、はい、こちら今現在心斎橋店7階3上にて開催されています秋の大北海道市から、札幌スイーツ2012というイベントがありまして、はい、全く同じこの札幌トマトフロマージュという名前、同じレシピで参加している店たちが少しのアレンジを加えて、勝負をするという、うん、その、参加して1店舗のああ、ご紹介します。今日は、はい、ベルパルクの札幌トマトフロマージュ。札幌トマトフロマージュはいろんなお店で作られてるってことですよね。はい、では早速いただきたいと思います。はい、お願いします。かなりこれ綺麗ですよね。見た目これめっちゃ可愛いですね。トマトってスイーツになったらこんな可愛いんですね。いきまーす。さあ、いただきまーす。そう、もうしずは幸せそうな顔をするんでしょうか。よいしょ。わわわわわわ。いやトマトとのチーズの相性っていうのも気になりますね。ね、チーズですね、うん。チーズですね。早速いただきます。どうですか？ん？めっちゃ新しい味。チーズがまずすごい濃厚で、はい、口の中に香りがふわーっと広がるんですけど、トマトの味がするこの赤いゼリーみたいな部分が、はい、本当にトマトの酸味をふわっと香るんですよ。なのでスイーツなんだけど、こういうのなんかお食事で食べたことある味みたいな、あの前菜とかにありそうな味、はい、うん、でも甘みがちゃんとついてるので、あ、うん、スイーツなんだなって感じですよね。だちょっと甘すぎるのが苦手な方でも、うん、野菜感覚で食べることができるスイーツですか。いや、野菜というよりかはちょっとチーズ、あ、チーズか、チーズの味がすごく、うん、うん、まあね、うん、見た目にも本当に爽やかですしね、美味しい。でもさっぱりしてますよ。ちなみにその奥の方はどうなってるんですか。これ奥なんだろう、うん、せっかくですから一緒に作って。すくえないんだよな。あ、いただきます。はい、どうでしょう、食感がまた変わりそうですね。うん、
かもちもちしてるぞ。あ、もちもちしてるんだ。お米みたいな感じ。あ、これ何なんだろう。美味しい。これでも本当に様々な、ライスパフみたいな、うん、様々な要素がこの中に詰め込まれてるってことですよね、うん、うまい。これまた一緒に食べたら全然味違いますね、はい、美味しいです。こちらが今回ご紹介しますベルパルクの札幌トマトフロマージュ。これをはじめとした本当にさまざまな札幌トマトフロマージュもありますし、その他スイーツ以外のグルメもたくさんあります。この秋の大北海道市ですが、うん、今日から再来週ですね、24日月曜日まで開催されていますので、ぜひお早めに足を運んでみてください。他の店舗の札幌トマトフロマージュも食べてみたいですよね、うん、そうですね、どんな感じになってるんでしょうね。はい、ね、さあ今回は大丸心斎橋店7階最上にて開催しています秋の大北海道市からベルパルクの札幌トマトフロマージュをご紹介しました。以上、うふふなスイーツのコーナーでした。ごちそうさまでした。それでは今週のうふふガールズレポートです。はい、このコーナーでは私おしずが女の子の大好きが詰まったファッションフロア、うふふガールズフロアから最新ファッション情報をお届けします。はい、まあ、前回からおしずがレポートをしてくれてますが、はい、そうなんですよ。だいぶね、今までとはテイストが変わってえ、何、どういうこと。いや、ちょっと悪ふざけな要素が増えたなと思って。ちょっとちょっと安井くんがやれって言うから安井くんのせいにしたえ、でも楽しいですよ。そうですね、はい、もういろんな動きをつけ てますからね。そうなんです、はい、まあ、今回もバッチリレポートしてきましたから、お願いします。こちらをご覧ください。どうぞ。おしずのうふふガールズレポート、今日は大丸心斎橋店にやってきました。皆さんこんばんは。さあ、今日もおしゃれ磨きのためにいろんなアイテムをチェックしていこうと思うんですが、今日のミッションはこの方からいただきます。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。自己紹介をお願いします。わかりました。ちょっと村上に代わりまして運を担当させていただくことになりました、稲田と申します。よろしくお願いします。稲田さん、よろしくお願いします。これから心斎橋店のうふふガールズフロアはおしずと稲田さんで盛り上げていくということですね。頑張りましょう。頑張っていきましょう。さあ、ここで稲田さん、おしずに今日の気になるミッションをください。今日のミッションはなんと秋の新作を使ってオリジナルコーディネートを完成させてください。初オリジナルコーデです、おしず。ちょっと緊張しますが、それでは早速、今日もミッション達成するべく、頑張ってきます。行ってきます。まずは、地下1階、ウフフガールズフロアにニューオープンしたばかりのナノユニバースグラウンドフロアにやってきました。このお店は、ヨーロピアントラディショナルをコンセプトに、オリジナルアイテムやインポートアイテムも展開しているというお店です。早速、覗いてみましょう。さあ、新しくオープンしたばかりのお店ということで、ちょっと内装もチェックしておきましょう。照明もめっちゃ可愛いんです。ちょっとこう、クラシック感がある中に、上質なアイテムがたくさん揃っています。今並んでいるのは全部、秋物新作アイテムだそうです。こういったこういう渋い色というのが秋になると出てきますよね。でもこれだけじゃなくって、ちょっと私がチェックしたいのは、柄物とか着物も忘れずに取り揃えてくれているというのが嬉しいですよね。秋も色を楽しみたい方は、こういった感じも可愛いと思います。こういった上品な花柄のワンピースなんかも、ちょっとおしず、どうですか？さらに、これ、スタッフさんおすすめの新作だそうです。こういった小花柄ってなかなかないですよね。皆さんならどうコーディネートしますか？さあ、秋の新作、小物もチェックしていきましょう。カバンがね、カッチリ系だったりとか、ちょっとラウンド型のものだったりとか、いろいろ合わせられると思います。私は結構エロのこういった色使いも可愛いし、こういうのを持ってみたいですね。もうちょっと見ていこうと思います。こういったお仕事モードなジャケットもいいですよね。欲しいです。パーティーモードの服なんかも、キャ
メルとブラックのバイカラーの買い方が結構トレンドですよね。形もすごく工夫が凝らされていて、なんか他にはない一品っていう感じがしますよね。ではここでおしずのトルソーチェックということで、さあトルソーというのはですね、各シーズンのブランドのアイテムをパーフェクトにコーディネートした、いわゆる完璧なスタッフさんコーディネートというものなので、今日もこのトルソーさんから学んでいきたいと思います。秋ということでニット素材のものがトップスに持ってきてるんですけれども、その下はねこれワンピースなんですよね。これ1枚だけでも可愛いんですけど、切り替えがこう結構ウエストポイント上の方にありまして、さらにニットに近い色でブーツ、結構こう明るい色だけれどもちょっと渋みが効いていて秋っぽい、レオパードの帽子もさりげなく秋意識してますみたいなコーディネートですよね。ヤトルソーさん、今日も勉強させてもらいました。ありがとうございます。それではここでスタッフの山田さんに秋の新作アイテムをご紹介していただきます。山田さん、よろしくお願いします。おすすめのコーディネートはこちらになります。ワンピースが特におすすめで、大人気のワンピースになります。ベルト付きのワンピースになっておりまして、カットが入ったデザインとなっております。こう肌触りが本当気持ちいいんですけど、上質な素材、これ何なんですかね。スウェードのような素材になっておりますので、触っていただくとすごく触り心地もいいようになっております。今ですとジャケットを合わせているんですけども、冬になると中にニット素材のものを着ていただいたりですとか、あとカラータイツを合わせていただくことによってトータルコーディネートを楽しんでいただけるようになっております。山田さん、ちなみにこのコーディネートだったらどこに来ていたいですか。そうですね、ぜひ女子会に来ていきたいと思います。ちょっとお友達とは差がつくコーディネートだと思います。ぜひ皆さんもチェックしてください。さらにワンピースなんですけれども、色違いがあるんですよね。こちらのお色味になります。ネイビーと赤がございます。ありがとうございます。山田さん、さあ秋の新作をチェックしたところで、私もオリジナルコーディネートを作ってみたいと思います。それではいよいよ今日のミッション、秋の新作を使っておしずのオリジナルコーデを使う、初挑戦しました。こちらです。ここのお店は結構レディーライクなアイテムが多いんですけど、それを使ってちょっとメンズライクにっていうのが私の今回のテーマで、1点1点は結構女性らしいんですよ。こういったパンツなんかもなんか女の子らしいじゃないですか。でもそれをシャツと合わせてカジュアルな感じに、さらにちょっと色味を持たせるということで、私がさっき気になっていたイエローのカバンを持たせてみました。それだとさらにカーデを羽織ったり帽子をかぶったりしても気持ちがくんじゃないかなと思います。どうでしょうか。今日の私のミッション、初オリジナルコーデもなんとかやりきったっていう感じですかね。ここのお店は内装も本当におしゃれなので、お買い物気分最高に味わえるお店です。皆さんもぜひナノユニバースグラウンドドアに遊びに来てください。さあおしずは次のお店に行ってきます。とコーディネートはなかなか難しい松。今飛んだ状態ですよね。はい、今宙に私置いてます。飛びっぱなしですよね。まあ次の映像でちゃんとつながるので大丈夫です。はい、はい、さあまずは大丸心斎橋店、地下1階にニューオープンしましたナノユニバースグラウンドフロアを紹介しました。はい、今回からですね、稲田さんからミッションをいただくということになりました。うん、で村上さんに代わって、ええ、はい、ウーフガールズを担当していただきます。はい、可愛かったですよね。そうですね、そうなんです。身長差がすごかったですね。身長差、まあまあおしずと並んだ大体みんなあんな感じにはなりますけれども、はい、はい、そして、ミッションということで秋のアイテムを使ってオリジナルコーデ完成させようということで、はい、私も初挑戦しました。ね、ちょっと思ってたよりいい感じでびっくりしました。でしょう、うん、でしょう。ケチョンケチョンにけなしてやろうと思ってましたけど、なんでなんでなんで
可愛いと思った。なかなか良かったと思います。まあ、でもアイテムがすごい良かったんですよね、はい。使いやすいアイテムばかりを私は今回選んだんですけれども、はい、ちょっとね、あのウエストポイントのところにギャザーが寄っているパンツ、そうですね、七分丈のパンツなんですけれども、足首を見せて足長コーデで、はい、で上はシャツ、インしてシャツ。うんっていうちょっとメンズっぽく仕上げてみました。これチェックのシャツですよね。そうなんです。結構シンプルな黒いラインのチェックなので何でも合わせやすい。でこれこのままこのイメージをメンズに持っていってもなんかできそうなコーデですね。確かにそうですよね、うん、パンツの形さえメンズっぽくなれば、はい、メンズライクな感じですよ、ね、メンズでも大丈夫だなっていう感じですよね、うんうん、いい感じでしょ。いい感じでした。よしこのまま続いてじゃあ次のお店、はい、秋の新作チェックしてきました。こちらです。どうぞ。よいしょ。ということで続いては地下2階フフガールズフロアにあるドロシーズにやってきました。さあこのお店はですねハイクオリティな国内ブランドに加え世界中からトレンドのアイテムをセレクトしています。まあ、あらゆるシーンで活躍する都会的なカジュアルスタイルというのを提案してくれるお店なんですよね。秋の新作がいっぱい並んでいるそうです。早速チェックしていきましょう。行ってきます。このお店でもおしずのオリジナルコーデを完成させるというミッションがありますからどんなアイテムがあるのかちょっとチェックしていきましょう。まずですね小物がめちゃめちゃ充実してます。結構エスニック風のものもあるんですけど6丁にも使えるような三角がいっぱいついたようなアイテムなんかはすごく可愛いですよね。そしてさらに私が気になったのはこちらです。クラッチバッグがこうスタッツがいっぱいついてるんですけれど排熱で結構エスニック風に仕上がってるというものはなかなか他にもないアイテムですよね。お洋服にも使われてます。このあたり可愛いですよね。胸元にもジャケットなんですけれどもかっこいい系のアウターがあります。カーキ色もあります。スタッツ使いはこんなところにまでというアイテムが編み上げのブーツになってるんですけどここにまで配列がこれはもう私めっちゃ欲しいです。さまざまだあります。見てください。レザージャケット今季必須アイテムですよね。しかもですねこう前開きになっていて紐ベルトもついていてちょっと他にはないレザージャケットになってますよね。ここでおしずのトルソーチェックということでさあ今回もトルソーさんの完璧コーディネートに学んでいきたいと思います。さあアイテムを紹介していきましょう。まずですねちょっとこういったフォークロアンな感じの柄のカーデなんですよね。遊び心がある。中は結構シンプルに仕上げていますのでこのカーディガンに目が行くコーディネートかなと思います。アクセサリーも結構シンプルで切りっぱなしになっているショートパンツも可愛いですよね。大きめクラッチバッグにはここにほら皆さん秋を感じてください。パワーがついています。キラッと光る小物なんかでコーディネートをまとめている今日のトルソーさんでした。今日もトルソーさん勉強になりました。ありがとうございます。それではスタッフさんおすすめの新作アイテムをご紹介します。こちらです。ラビットファのちょっとロング丈のベストです。肌触りが頬ずりしたくなるぐらいめちゃめちゃ気持ちよくてそしてしかもあったかいんですよね。結構こういった薄手のトップスなんかと合わせても可愛いと思います。かなりの素材ミックスだと思うんですが肌がちょっと透けて見えるようなものがちょっとセクシーで合わせると可愛いかなって感じですよね。ボトムスはシンプルに黒いパンツを合わせます。かなり大人っぽいコーディネートですよね。皆さんもぜひ実際に足をお店に運んで確かめに来てください。ということでドロシーズでもおしずの秋の新作アイテムを使ったオリジナルコーデ挑戦したいと思います。こちらです。ざっくりニットがカジュアルなんですけど
こう柔らかい素材のデニムのショートパンツにずっと気になってた靴ですよね。このアイテムを際立たせるコーディネートをしてみました。いかがでしょうか。いろんな小物もありますので、こういったヘッドアクセなんかもつけてみてもいいかなと思います。まだまだコーディネートに取り入れたいアイテムがいっぱいあったんで、実際に皆さんこのお店に遊びに来てください。以上、ドロシーズからのレポートでした。そして心斎橋店フガールズフロア地下1階にはアンテナプラス U というコーナーがあるんですよね。以前から準レギュラーの村上さんがずっと期間限定のショップを紹介してもらってたんですけれども、地下鉄の出口からすぐということもあって、私もちょっとでも時間が空いたら覗いてみるようにしています。皆さんもぜひ遊びに来てください。それでは最後にもう一度登場していただきましょう。稲田さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、稲田さんからもこれから村上さんに代わってアンテナプラス U のレポートまた番組の方にいただけますよね。はい、ではよろしくお願いします。楽しみにしています。ということで、おしずと稲田さんで、ね、今日は心斎橋店のフフガールズフロアからレポートをお届けしました。それではバイバイ。おしずのトルソーチェックの決めポーズのレパートリー、そろそろ怪しい気がします。何をメモしてるねん。カズーのアップの時なんか変じゃない？ウフフガールズ宛て、桜のパンダちゃんがなんかこう花火で上がってきたりとかこないだもしたし、カズーのアップのシーン変やと思うけど、桜パンダちゃんもたまにはこんなも望んでるよ。本当かの、うん、いや望んでないと思うけど。で、なんて言ったんですか？あのトルソーチェックのポーズ、はい、そろそろちょっと怪しくないですか？え、4ポーズ目なんですけど、いろいろやってるんですと思って、いろいろやってるんですけど、はい、さあ今回も、はい、また新しく秋の新作をチェックしてきました、はい、ドロシーズ、これは大丸心斎橋店地下2階にありますね。はい、ね、えどうでしたか、いろんなアイテムがありました。そうですね、何よりもやっぱスタッツですよね。可愛、うん、いでしょ。すごいですね、うん、もうそこら中にスタッツが落ちまくってる日が来るんじゃないかってぐらいスタッツ来てますよね。落ちてない落ちてない、ついてるついてる、ね、ちゃんとついてるから。すごいたくさんスタッツアイテムが増えましたね。そうなんです、特に今期このドロシーズではいろんなものにこうあしらわれていて、うんうん、で私もそのスタッツアイテムを使ってコーディネートを組んだんですけれども、はい、今回私あのタイトルをつけましてコーディネートに、フラッと買い物に出たけど実は私おされやでコーディネートです。もう何よりもドヤ顔腹立つわ。よく見てこのドヤ顔、やったった感いいでしょう。あのすごいカジュアルに仕上げたんですけど、はい、どうしてもこのスタッツのブーツを使いたくて、うんうん、やっぱりそうですよね、はい、うん、で結構他はシンプルにしましたね、はい、インパクトありますねこのブーツは。そうなんです、なのでちょっとお買い物する、そこにスーパーやコンビニに行くにしてもやっぱり女の子っておしゃれしないといけないから、はい、それをこれを履くだけでも十分おしゃれですよね。そうですね、というちょっとカジュアルコーデに挑戦してみました、はい、いかがでしたでしょうか、初のオリジナルコーディネート。うん、でも本当にあの思ったよりもずっと良くて、うん、ドヤ顔さえなければ100点ですね。いやでもドヤ顔はこれからもする。やったった感は出す、やったった感出す、はい、でもまだ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 なので、そうですね、また次回も頑張りたいと思っています、はい、楽しみにしています。よろしくお願いします。以上、ウフフガールズレポートのコーナーでした。それでは続いてウフフガールズおしゃれ選手権のコーナーです。さあこのコーナーではウフフガールズおしゃれ選手権の最新情報を紹介していきます、はい、まずこの企画は視聴者参加型一大プロジェクトとして、うん、全国の大丸松坂屋百貨店ウフフガールズのイベントでプロのカメラマンがお客様のスナップというのを撮影してきたんですけれども、はい、ご参加いただいた皆さんの写真を順次
専用サイトで公開しながら、番組内で一次選考、二次選考と、おしゃれプロデューサーや豪華ゲストが選考を重ねてきましたが、はい、ついに先日、神戸コレクションでグランプリが決定しました。長かったですね。ねえ、待ちに待った。そうですよ。長い間見守ってきましたから、はい、本当に結果が気になるんですが、うん、ファイナリスト10名の皆様、本当にもう誰もがこうグランプリ取ってもおかしくない、そんな必見の講演でしたね。そうなんです。そのファイナリストの方をはじめ、ご参加いただいた皆さんのスナップ写真というのは、うん、おしゃれ選手権の専用サイトでご覧いただけるようになっています。うふふガールズチャンネルの番組サイトから簡単に飛ぶことができますので、ぜひチェックしてください。そしてサイトの写真なんですが、開催地別にチェックすることもできます。名古屋&渋谷、神戸、札幌、梅田、心斎橋というボタンがありますから、それぞれクリックしていただきますと、開催地ごとにスナップが表示されてきます。はい。そしてファイナリスト10名のスナップは、ファイナリストのボタンをクリックすると見ることができますから、この神戸コレクション当日発表を見に来ることができなかったという方も、ちょっとサイトを見てですね。そうですね。誰がグランプリに選ばれたのか、はい、ちょっと予想をしながら。はい。みんなおしゃれ。この後の結果発表を楽しんでほしいと思います。はい。さあそれではついにこの時がやってきました。先日9月8日神戸コレクションのマーケット会場で行われました最終選考会の模様をご覧いただこうと思います。はい、ファイナリスト10名の中から誰が選ばれたんでしょうか。僕も知りません。ドキドキしてます。最終選考会では毎日放送の人気ファッション番組ドレスの宮本プロデューサーと、そしてこちらのスタジオのポスターにも登場しています、はい、ウフフガールズイメージキャラクターダコタローズちゃんにグランプリ1名それから準グランプリ2名を選出していただきました、はい、皆さんお待たせしました。最終選考から発表までの模様を皆さんにご覧いただきましょう。どうぞどうぞ。の最終選考会が行われているようです。何やら緊張した雰囲気なんですが、真剣に選んでますね。さてウフフガールズおしゃれ選手権最終選考会、審査員は毎日放送の人気ファッション番組ドレスのプロデューサー宮本さんと、そしてウフフガールズの新イメージキャラクターダコタローズちゃんにお願いしました。今選考会が終わったばかりなんですけれども、決まったばかりのファイナリスト、もちろんブースのステージで発表するんですが、ちょっとインタビューをダコタローズちゃんにすることが可能になりました。ちょっとお話をお伺いしましょう。ダコタローズちゃんです。こんばんは。よろしくお願いします。さあ今ファイナリストをたくさん選んできましたが、いかがでしたか。みんな可愛いけどこれは難しいよ。難しかった。じゃあ準グランプリグランプリ選びましたが、そのポイントっていうのは何でしょう。ポイントは色とコーディネートと、コーディネート、何でしょう、靴が大好き。靴がメインポイント。へえ、じゃあ靴をしっかり見て選んだんですね。すで、はい、にもう選んだということなんですが、もうバッチリですか。うん、バッチリ。というわけで発表はウフフガールズブースで行います。誰の手にグランプリが渡るんでしょうか。楽しみです。ダコタさんありがとうございました。ありがとう。さあそれではお待たせしました。ファイナリスト10名の皆様をお呼びしましょう。皆様拍手でお迎えください。どうぞ。体をちょっと斜めにして
さんです。あの総勢500名以上の中から選ばれて今日ここにやってきてくださったんですね。まずこの神戸コレクションのモデルとしてももうおなじみです、あの加藤夏樹さんがファイナリストに選んだ4名を私のすぐ隣からご紹介していこうと思います。まず美空さん、リサさん、まなみさん、みーさんです。ちょっとお話を伺いましょう。美空さん、こんにちは。こんにちは。今の気持ちはどんな感じですか？すごい緊張してます。緊張しますよね。でもあのスナップもポージングバッチリでちょっと今日頑張りましょう。はい、さあ、まあ、皆さん緊張してると思いますが、リサさん、こんにちは。こんにちは。今の心境を教えてください。選ばれてすっごく嬉しいです。はい、ありがとうございます。さあ、そしてまなみさんです。こんにちは。こんにちは。さあ、今の気持ちを聞かせてください。とても緊張してるんですけど、ここまで残れたことが嬉しいので、はい、頑張ります。はい、そしてみーさんです。みーさんは、北海道から来てくださったんですよね。こんにちは。こんにちは。気分はどんな感じですか？あの、おしゃれな子に囲まれてすごい楽しいです。おしゃれを楽しんでるって感じしますね。はい、そして続いてどんどん紹介していきましょう。雑誌 JJ 編集長篠原恒樹さんにお選びいただきました。藤子さん、もこさん、ゆりさんです。藤子さんからお話を伺います。こんにちは。こんにちは。今日のファッションポイントを教えてください。ポイントは、自分の好きなものを全部詰め込んだ。楽しいですよね。それが一番楽しいですよね。さあ、そしてもこさん、こんにちは。こんにちは。今日のお気に入りのアイテムを教えてください。お気に入りはこのポンチョがとても気に入ってしてきました。はい、素晴らしいです。そして秋ですね。リリさん、こんにちは。こんにちは。どの辺がポイントですか？もう秋冬なのね、ちょっとパンです。なるほど、わかりました。さあ、そして続いてですね、神戸コレクションプロデューサー平藤俊二さんにお選びいただきましたのがこちらの3名です。まずはですね、ももにゃさん、そしてみこさん、そしてみなさんですね。はい、ではももにゃさんから名前、あ、すみません、気分をお伺いしましょう。わかります。顔にちょっと出てるかも。でもこのまま静かって、はい、バッチリ決めてください。みこさん、こんにちは。こんにちは。今の心境、まあ、自信なんかを聞かせてください。いや、楽しんでいけたらなと思ってます。はい、素敵な笑顔です。そして皆さん、こんにちは。こんにちは。緊張してますよね。緊張して、すごい喉カラカラです。今日のお気に入りのポイントを教えてください。このプラスカート手袋でギッポクしてきました。この最終選考会のプレゼンテーターを結果発表の前にご紹介したいと思います。特別ゲスト、ダコタローズさんです。拍手でお迎えください。さあ、ダコタさん、ファイナリスト10名見ていかがですか？あ、すごくかわいい。みんなすごくかわいいね。さあ、すでにですね、私の手元には結果が届いております。どなたが選ばれたんでしょうか？早速発表していきます。2人の準グランプリから発表しますので、名前呼ばれた方は一歩前に進んでください。よろしくお願いします。皆さんは拍手の準備をお願いしますね。準グランプリ1人目はももにゃさんです。おめでとうございます。拍手。おめでとうございます。もう少し前に、はい、ありがとうございます。さあ、続けて2人目の準グランプリを発表しましょう。2人目の準グランプリはリサさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、残すはグランプリの発表です。総勢500名以上の
参加者からウフフガールズおしゃれ選手権グランプリに選ばれたのは、まなみさんです。おめでとうございます。1分前お願いします。さあ、それでは3人は少しステージの中央にお寄りください。おめでとうございます。選ばれた3名の皆様には賞金のほか素敵なゴールとして雑誌 JJ12 月号と毎日放送の人気ファッション番組ドレスでも紹介が決まっています。で、それではプレゼンテーターのダコタローズさん、まずはリサさんからプレゼントです。準グランプリのプレゼント花束をプレゼントです。皆さん拍手お願いします。花束のプレゼントです。そしておめでとうございます。グランプリに輝きましたまなみさんに花束のプレゼントです。おめでとうございます。まず準グランプリに輝きましたリサさん、おめでとうございます。ありがとうございます。どんなお気持ちですか？選ばれてすごく嬉しいです。この後もファッションいっぱい楽しんでください。はい、びっくりしてます。びっくりしました。その後、じゃあこの後もファッションどん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 楽しんでおしゃれになっていってください。頑張ります。はい、ありがとうございます。そしてグランプリに見事輝きましたまなみさんにお話を伺いましょう。いかがですか今の気分？ありがとうございます。最初びっくりしすぎてちょっと自分で分からなかったんですけど、はい、すごく嬉しいです。ありがとうございます。グランプリの方のコーディネート、ネックレスとベルトとスーツのコーディネートはとても可愛いと思います。はい、それがまあ選考のポイントにもなったということですね。ありがとうございます。今一度グランプリ、準グランプリ、そしてダコタローズさんに大きな拍手をお願いします。待ちに待ったグランプリの発表、たった今行われた直後なんですが、今プレスの方からインタビューを受けているようです。早速おしずもお話を伺っていこうと思います。それではウフフガールズおしゃれ選手権グランプリと準グランプリに輝いたこの方たちにお話を伺いましょう。こんにちは。こんにちは。お疲れ様でした。ご紹介します。まずグランプリに輝きましたまなみさんです。こんにちは。そして準グランプリのももにゃさん、そしてリサさんです。はい、皆さんお疲れ様でした。グランプリに輝いたので、その時の気持ちを教えてください。はい、まさか選ばれると思わなかったので、名前が呼ばれた時にちょっと固まってしまって固まってたちょっと把握するまでにちょっと時間がかかるくらいちょっとびっくりしました。ちょっとコーディネートもチェックさせてください。まずじゃあももにゃさんから。はい、ダコタさんにベタ褒めしてました。はい、あのタトゥータイツがストッキングがめちゃめちゃ可愛いっていう風にこうダコタさんも細部までチェックしてたんです。めっちゃ細部です。お気に入りはどこですか？お気に入りはでも私初めて来たんですけど、スナイデルで買ったニットが、スナイデルニットだけど、この上はチュールで切り替えになってるところが可愛いですよね。そしてじゃあリサさん、はい、コーディネートのポイントを教えてください。そうですね、あの今年の秋に流行りのこのスカート、メタリックの色のスカートがポイントです。それに黒と赤を合わせるっていうのがなんかもうフォーメコレクション楽しむぞっていう気持ちも結構出てるって感じ。そうですね、リサさんに合ってると思います。ありがとうございます。そしてまなみさん、はい、私はこの流行っているペプラムトップスで、うん、上が豆なのでバランスよく見せるために下は黒で引き締めました。これからまだまだおしゃれを楽しんでください。受賞者の皆さんでした。おめでとうございました。ありがとうございました。決まってしまいましたね。ねえ、もうちょっとね興奮しましたもん、うん、あの場
場にいるとね、まずファイナリスト10名の皆さんの当日のコーディネートがこの映像の中でご覧いただけたと思うんですけれど、本当にバッチリ秋冬コーデを意識して、しかもこう皆さんこだわりが見えるっていうのが、なんかね見てなんかこうキュンみたいな感じになりましたね。特にこのファイナリストに残られている方々は、今までのコーデも合わせると3パターンのコーデを見ることができるじゃないですか。そうなんです。でやっぱこう変わっていらっしゃる方、あと自分のこの好きなスタイリングを貫いている方、はい、そうなんですね。あ、こう来たかみたいな感じだったんですが、うんうん、そんな中で、悩みに悩んで選ばれたグランプリ、はい、そして準グランプリのお二人なんですが、改めてそのコーディネートというのをちょっとチェックしていきたいと思います。そうですね。まず準グランプリのももにゃさんです。はい、ももにゃさん。はい、終始緊張した表情のももにゃさんだったんですけれども、今回も足見せコーデ。やっぱりね、足ですよね。そうなんです。先週から言ってますけど、見ますから、男性は。男性もですけど、もうね、女性も惚れ惚れする感じ。あ、そうですね。で、しかも、その足にこう目が行くのがなぜかというと、さっきもちょっとご紹介したんですが、うん、タトゥータイツ、はい、タトゥーストッキングですよね。うん、この内ももにハートが並んでいるっていうのが。そうそう。結構タトゥーストッキングって、うん、いろんなもの、割とこの、なんていうんですか、ガラッとした感じのものが。そう、結構多いガラガラしてるものがあるんですけど。思うんですけど、この隠れてる感じ。ワンポイント。ねえ。いいですよね。しかもこうスナイデルのこうチュールをあしらったニットトップスなんかもとても可愛くて印象的でした。うん、そうですね。さらに同じく準グランプリのリサさんです。はい、リサさんは逆にこう堂々とした表情っていうのがすごく印象的でしたね。今回のこちらもそうですけども、はい、ファイナリスト選ばれる前からずっとこのポージングのこの力強さといいますか、うんうん、自分への自信のありありとした感じ、うん、これがやっぱ僕印象残ってます ね。で笑顔が本当に素敵ですよね。うんうん、自然に笑えていて、メタリックのスカート赤、ね、黒を合わせてくるそのパーティーって感じが、はい、神戸コレクションにふさわしいコーディネートだなと思いました。メリハリが、はい、効いてます。そうですね。そして見事グランプリに輝きました、はい、まなみさんです。まなみさん、先ほど私たちもね、はい、おしゃれ賞に輝いた時、うん、ファイナリストに選ばれた時のコーディネートもまなみさんのものをチェックしてたんですけれども、はい、ちょっとこう印象を変えて。そうですね、うん、ちょっとまたおしゃれ賞ファイナリストの2回はハットをかぶっていらっしゃって、はい、今回初めてハット帽子を脱いだという。そうなんです。皆さんにも本当に見せたかったんですが、後ろにはこう束ねたところにヘッドアクセもちゃんと綺麗に細部までこだわっていました。ネックレス、ベルト、靴のバランスがとってもいいというのが、うん、最終選考会に参加したダコタローズちゃんの意見でもあったんですよね。はい、小物も大事ってことですよね。そうなんです。ちゃんと意識して甘辛ミックスというのをしてるんですよね。うん、そうですね。上は甘め、下はちょっと辛めというので、はい、完璧コーディネートを見せてくれました。はい、改めて皆さん本当におめでとうございます。おめでとうございます。さあ選ばれた3名の皆さんには、はい、商品のほか素敵なゴールとして10月23日発売の JJ 12月号に掲載されます。うん、わー、すごい、すごい雑誌に夢ですね、女性の、ね。さらに10月5日に放送されます毎日放送のドレスでも紹介されます。はい、まだそこでもすごい、ドレスも夢ですよ、女の子のすごい憧れですよね。さらに来週19日には番組公式ページに最終選考会のフォトレポートも公開しようと思います。皆さん、はい、そちらもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで実はおしゃれ選手権は、はい、このコーナーはここでは終わりません。終わらないんですか。実は、はい、今回の神戸コレクションマーケットのウフフガールズブースでは、ええ、新たにおしゃれ選手権が実はスタートしていたんです。何？おしゃれ選手権 in 神戸と題しまして、はい、まずですね、まあ、第1弾の今までのおしゃれ選手権というのは各地でおよそまあ半年間にわたってスナップ大会というのを開催してきて、グランプリをこの度決定したんですけれども、そうですね、新しいおしゃれ選手権は開催地ごとに、まあ、グランプリに当たるおしゃれ賞というのを決定していきます。じゃあおしゃれ選手権のまあ、ちょっと
競馬が小さいバージョンといいますか、なんかもう短期決戦、短期決戦バージョンです。だから神戸、そうなんです、ね、なのでもうこの会場で参加してくださった、まあ、総勢102名今回いるんですけれども、はい、この中からもうグランプリを決めちゃおう。あ、じゃあもうずっとドキドキする気持ちがなくともうスッとこ うすぐ結果が出ます。それもまた面白いじゃないですか。楽しみですね。はい、すでに102名の皆さんにご参加いただきまして本当にありがとうございます。撮影したスナップ写真というのは今日から専用サイトで実は公開されています。はい、こちらもウフフガールズチャンネルの番組サイトからご覧いただけますのでぜひチェックしてください。あのウフフガールズチャンネルの番組サイトに行きますと、はい、おしゃれ選手権というのとおしゃれ選手権 in 神戸というバナーがあるんですけど、 in 神戸が新しいもの選手権です。あ、今までのおしゃれ選手権のバナーとまた違うところなんですね。そうなんです、はい、なのでぜひこちらもチェックしてください。はい、はい、いろいろ私も見たんですけれども、うん、今回もいろんなジャンルのファッションコーディネートの方が参加してくださいまして、勉強になるし、あ、この秋冬、うん、こんなおしゃれしてみんな楽しんでるんだなっていう、そうですね、楽しい表情が見れるっていうのも、はい、なんか幸せな気持ちをもらってる感じですね。だから今までこのおしゃれ選手権の参加の方々を見て、あ、次これおしゃれしようとかこれまでしようと思った方も、うん、まだまだ次のファッションも in 神戸で、そうなんです、参考にしていただければ、ぜひご覧ください、ね、おしゃれ選手権 in 神戸にご参加いただいた方には豪華なプレゼントを用意しています。はい、なんと今月9月28日金曜日に開催されますビビナイトに抽選で15組30名様をご招待です。これ昨年初めて大阪で開催となったんですけれども、はい、およそ1500名分のチケットソールドアウトになっています。今回も豪華、はい、大人気のこのチケットをプレゼントします。さらに厳選なる審査の上おしゃれ賞に選ばれた3名の方にはこのウフフガールズチャンネルのレポーターとして出演できるというチャンスがあります。うん、はい、なんとビビナイトの会場にて、まあ、スペシャルな取材をできるという、はい、これね本当に貴重な体験ですからこれも楽しみにしておいてください。ね、はい、さあなおこのおしゃれ賞3名の方ですがこのコーナーで発表いたします。さらにビビナイトの皆様も模様もですね、ビビナイトの模様ですね、はい、10月3日に番組内でご紹介しますのでこちらもお見逃しないようにお願いします。以上ウフフガールズおしゃれ選手権のコーナーでした。ここで大丸松坂屋百貨店からのお知らせです。このコーナーでは大丸松坂屋百貨店のおすすめ情報をご紹介しています。今日は大丸心斎橋店からのお知らせです。大丸心斎橋店本館7階最上では9月24日月曜日まで秋の大北海道市を開催しています。さあこちらにですねチラシがあります。今日もスイーツねこの大北海道市からご紹介したんですけれども、はい、そうですね、はい、じゃーん、大きいチラシもう、うん、もうぎっしり詰まってます。情報がでっかいどう、でっかいどうのやつが、何それいや初めて聞いたけどもう言っとかなかなと思って、それ親父ギャグとか言うやつですか、はい、言っとかなかなと思って、はい、数がちょっと親父化しておりますが気にせず紹介しましょう、はい、秋の大北海道市です。これねもちろんスイーツだけでなく他の海鮮とかね、はい、本当にいろんな味覚が詰まってるんですが私が注目したいのはこれです。どこだどこだ、いけますか、いけますか、見て見てこれ、ちょっと寄れますカメラさん、ちょっとうっすらわかるんですけどね、これね桜パンダパフェなんですよ。出ました、桜パンダちゃんです。なんとこれ高さが40センチあります。でかっでかいでしょう。でかいな。1日限定5個までとなっています。そうなんですね、はい、イートインコーナーでぜひこれを食べてほしいですね。大きな桜パンダちゃんがめっちゃ可愛いですよね。うん、他にもあのイートインコーナーあのスイーツだけじゃなくていろんなものがありますね、はい、こういう海鮮サンマとか、そうやっぱり大北海道市北海道ですから、うん、海鮮ものに注目したいですよね。そうなんです、いやスイーツも気になる、いやでも海鮮丼、うん、まあっていう感じでもう本当にいろんな味覚が詰まってますから、ぜひこちらチェックしてください。はい、はい、よろしくお願いします。9月24日月曜日までです。
以上、大丸松坂屋百貨店からのお知らせでした。さて、今夜のウフフガールズチャンネル、いかがでしたでしょうか。はい、なんといってもおしゃれ選手権グランプリ、まあ、本当に長く待ったんですけど、ああ終わっちゃったのかっていう、まあ、一末のね、悲しみと言いますか、なんかこう切ない気持ちというか、ね、でも、はい、新しくまた、ね、短期決戦バージョンのおしゃれ選手権が始まってますから、はい、こちらもチェックしてほしいですね。まずサイトを見てどんな人が参加したのかチェックして、こう推し面というんですか、そうですね、誰がもうおしゃれ賞に輝くのか予想しといてほしい。今さっき僕もじゃらっとチェックしましたけど、はい、今までのおしゃれ選手権とはまたちょっと違うテイストの方々が参加しているっていうような印象を受けましたね。そうですね、なんかこうより皆さんいろんなアイテムに挑戦してるっていう感じもしますからね、はい、これも楽しみです。そして来週はダコタローズちゃんが登場しました。東京ガールズコレクション in 名古屋の模様と神戸コレクションのスペシャルレポートをお届けします。これおしずがやってきました。まだまだこの神戸コレクションの話はつきません。そうなんです、もう本当にね、さっきもちょっと話したんですけど、ウフフガールズブースね、まずあの飾り付けとかもめちゃめちゃ可愛いし、うんうんうん、抽選会とかあってほんとたくさんの人で常にこう賑わってるような感じだったんですよ、はい、まああのまだこの神戸コレクションマーケット会場に来たことがない方、今回来れなかった方はもちろんなんですけど、はい、行った人も一緒にこう余韻に浸ってほしいなと、そうですね、思っていますので、あんなやったな、こんなやったなっていうことですね。そうなんですよ。来週のウフフガールズチャンネルも楽しみにしておいてください。この番組は大丸松坂屋百貨店ウフフガールズの提供でお送りしました。というわけで、ここまでのお相手は私おしずこと中島静香とカズーこと吉村和人がお送りしました。それではまた来週、バイバーイ。グランプリおめでとう。